験授業スタート。皆さんこんにちは。今日は介護の体験授業でユニバーサルデザインをしろになります。皆さんはユニバーサルデザインを知っていますか？これからユニバーサルデザインの7つの工夫について紹介してもらいます。それではこれから皆さんに身近にあるユニバーサルデザインを考えていただきたいと思います。ではこれから道具を紹介いたします。そのものの名前、工夫を皆さんでぜひ考えてくださいね。動画で見ている皆さんも考えてみてください。ちょっとね、音が出たりね、力いらなかったんです。大きさにもちょっとね工夫があって、わりかしちょっとあれかな、あの物の形と組み合わさった名前かな。両手バサミ。おお。お、カスタネットバサミ、いいですね。3文字。3文字。はい、タイムアップです。このバサミの名前は分かりましたか？あ、分かったかもしれないです。お願いします。3文字とおっしゃったように単純にもう、はい、カサミとか。カサミ。はい。お。違います。違う。近いんですけども、カスタという名前だそうです。カスタ、はい、になります。切るたびにこうやって音が鳴ります。で、手が不自由な方でも、小さなお子さんでも、片手でも、本当は左手でも右手でも切ることができます。こちらの道具です。こちらの道具、キッチンにあるもの、大きいのと大と小ありますよ。キッチンにあったりするものをちょっと考えてね。名前、まる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 、ひらがな4つ入ったオープナー、ちょっと考えてみて。あ、はい、誰でも楽に開けられるから。お、うん、ひらがな4文字、楽々オープナー。おー、正解。これ拍手拍手拍手。ではですね、これ一個ずつ開けてみてください。はい。普通に開け方が。あ、どうですか？力いった？いらなかった？あ、上手に開いた。OK。はい、音がするといいと思うんだけどな。あ、そうだね、自分でね、こう持って。おー、開いた。めちゃめちゃ楽。簡単に開いたでしょう。体験授業ありがとうございます。いかがだったですか？体の不自由な人たちに優しい道具だと思いました。ありがとうございます。いかがですか？こんなに弱い力で開けられる道具があるなんて知りませんでした。はい、ありがとうございます。ユニバーサルデザインは普通の暮らしの中でもいろんな工夫があります。ぜひ暮らしの中で考えてみてください。で、当校はアクティブラーニング型といって、皆さんと一緒に勉強する機会があります。来てねー。